どうしても戦士長の指示に従えないってなら、ま、力ずくで行かせてもらえますか。勝てるのか、あのジーク戦士長に。だが、もし勝てば、兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、頼んだよ。へえ、なかなかやるようになったね。けど、まだまだお前は甘い。さすがはジーク戦士長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。俺はこのまま負けるのか。ダメだ、俺が倒れるわけには。立ってるのがやっとのようだな。よし、もう一押しってところか。ライナー、ダメだ、これ以上の無理はしないでくれ。俺は兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。うわ、凄まじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだってか。まあそう来なくっちゃな、ライナー。面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。ライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志はまだ残ってる。なんだ、まさか巨人でも現れたのか。戦士と戦士の決闘を邪魔するなんて、無粋もいいとこだぜ。よし、無事に邪魔者は片付いたな。さあ続きといこうか。ベルトルト、ふう、片付いた。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。